半月ぐらい車乗らなかったらさ、お昨日乗る用事があったんだけど、うん、もう雪が、うん、もうこんもりと、お屋根の高く1メートルぐらい積もってて、うん、でスノープラスみたいなの積んでるじゃん、うん、北海道民なら必ずね、一本が二本はあれじゃ太刀打ちできないんだよね、固まっちゃってて、あーそっか、降ってやったかかったからね、うん、ガッチガチガチガチ固まってて、うん、スノープラスでやっても、うん、シコンってなんか短くなるだけなの、わかるわかるわかる伸ばしてさ、うん、回すやつ、そう回すやつなのよ、はいはい、思いっきりガッてやったらまたシコンって短くなって、うん、また伸ばして短くなってて、全然雪が解体できない、うん、俺その短くなるのが嫌いだから一体型しか買わないんだよな、一体型を買おう、次はその方がいいと思うよ。でもそしたら一体型は伸びないじゃん、伸びないけどかさばるけど、その分大きいから、うんうん、でもそのシコンがないからいい、シコンがねうざくてね、わかるよ、シコンうざいんだよね、うん、でもどうしようもないから、うん、家からスコップ、お鉄製の危ないな、持ってってさ、うん、ガッガッてやって、それでも硬くてよ、うん、あー割れにくいか、割れにくくてガッガッてやってなんとか落としたんだけど、うん、1回間違って車にガッてやっちゃってな終わったよ、もう傷ついちゃったじゃん、一発ラブフォーにガッて金属製のスコップ入っちゃって、うん、いやーって見たら、うん、やっぱちょっとへこんでんだよな、そこ、あーへこんでるですんだ、へこんでるですんだ、塗装がっつりはいかなかった、そこまでは、まあ、いかなかった、よかったよかった、危なと思ったけど、ちょっとへこんで、うわ15年目にしてまた新たな勲章かい自分のせいだけどなそこでな、窓側温めるように暖気でさ、エンジンスターターとかあれば、そのエアコンで中温めるってことだろ、うん、それ、そうそう、いや30分ぐらい温めたのよ、うん、何の意味もないわ、あー 弱いのか、弱いって何、その暖房性能が、そうか、中ポッカポカだけど逆じゃないの、断熱されてんじゃないの外側と、あーでも窓とかだ、窓の、あ窓以外か、ん窓の氷だったらさ、うん、結構温めたら、うん、こう綺麗な表面だけ、あ窓はね、うん、屋根よ、屋根、屋根な、屋根の上に乗っかってる、屋根は無理だわごめん俺窓のことだと思ってた、屋根よ、屋根、屋根、ね、窓だったら一発で割れるんじゃない、喋るでやつだだと思うよ屋根ね、屋根、うん屋根はもう固まったらどうしようもないわ、あれどうすんの、あれはもうそエンジンかけてダメだったら、うん、もう乗せたまんまとりあえず移動して、うん、まあ落ちないことを祈るか、いやそれが落ちたのよ、上だ、あのモヒカみたいになったらさ、結局左右から屋根ザッザッってやるとさ、うん、その屋根の真ん中部分まで届かないじゃん、うん、どうやっても、うん、だモヒカみたいな感じのラブフォーで走ってたんだよ、うん、そしたらさ走ってたらさ、うん、その屋根に熱伝わってきたのか、うんずるって前に滑ってきてさ、おお、はい、もうワイパーじゃ動かないやつじゃん、僕その信号の時に急カーブ急停止気味止まるからさ、うん、その時にザラーって入ってきて、後ろの人ちょっとすいません待ってください入ってまたシャベルで窓に溜まった雪を全部下ろして、それ旗から見たら何やってんのあいつって、ね、いや危ないんだけど、そのどうすんのかってんのよ、あのモヒカンの部分は、あれはもう落とすまで頑張って溶かすか、溶かすしかないんだ、うん、うわとりあえずエンジンかけて、うん、あったかくなればだんだん屋根も、うん、氷の下の部分が溶けて、うん、滑りやすくなるからさ、そうだね、それなんだ雪かきのスコップでも何でもいいわ、それでグッて押したら一気にドカーって取れるから、いや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 、まあちょっと放置しすぎだな、急発進で後ろに落とすのはゲームっぽくて楽しいんだけどな、うん、前に落ちてくるのは困るよなよくないけどね走ってる最中落とすのはダメなんだよ本来、あダメなんだやっぱ、うん、ノーマナーだからさ、あノーマナーなんだ、そこから道がボコボコになってる、じゃあはしご買おっか、脚立買って、脚立どうすんの、脚立買って上から落とすしかないだろあのモヒカの部分そこはね SUV の、うん、いずいところなのよ、はいはい、追いかけるのは僕追いかけたんだよ過去に、追いはダメよそれ以外一番ダメなんだよね、そうよ、で僕それさ車有車会社のさ、うん、プラドにかけたら、うん、めっちゃ怒られたんだよね、だろよ、お湯何持ってくのお湯って、うん、いや俺窓に溶かすんですって、うん、かけたら、うん、おい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 割れるだろぶん殴られるよそれ温度差で割れるからね、それはダメなのよ、熱湯かけたら、うん、そうよ、冷たいところからいきなり温めた、せめて開氷機にしろよ坂本くんって怒られた、そうね、開氷スプレーみたいなのあるから、売ってる売ってる、なんそれ知らない知らねえよでも積んであるんだよな車に、そう俺も積んでたよずっと、あの鍵穴とかが氷で固まって鍵刺さらなくなるからさ、うん、あそこに使うの、鍵穴専用の開氷剤とかあるんだよ、うん、おちっちゃいね携帯できるやつ、車用ではないんだ、え車用ではない、鍵穴とか通りでなくなったもんすぐ、
車に使ってたら。まあ本来車用だったらでっかいやつあるからね。あるんだ。売ってる売ってるちゃんと。そういうのは欲しいわ、うん、あと窓用のその氷溶かすスプレー、うん、なんかファブリーズみたいなやつ、うん、もう売ってるんだよ。マジで。あれ結構いいよ。生活の知恵だな。うん、車をさ買い替えようと思って、うん、どうしても二の足、僕前から車買おう車買おう言ってるじゃん。言ってたね。でそのさ二の足踏んでる理由はさ、うん、結局さ車買うでしょ、うん、この冬の間にさ、はい、雪でさへこんだり傷んだりでシャベルで傷つけたりみたいなのを考えると、うん、青空駐車じゃん。うん、そうね。ガレージ欲しいよね。新車用の。それは分かるな。北海道で新車買うの経済的にあんまメリットなくない？いや、そんなことないでしょ。いや、屋根欲しいよ。だって雪で傷んだら嫌だもん。うん、まあ、こまめに除雪するか。うん、そうだろ、うん。いや降ったら必ず落としておけば、うん、別に積もるわけがないからさ。塩でやれる。それで、ね、沿岸部。そう、それは函館、函館ナンバーの車が嫌われる理由。釧路とか分かんないとか。札幌はまだ内陸だから大丈夫。小樽まで行くと嫌われるかもしれない。そうだ。小樽ナンバーの車は2割引きになるかもしれん。うん。足回りから来るんだろ。下の。そう、下から。タイヤから来るんだろ、うん、でも札幌もそれ言ったら、うん、あの開氷剤巻いてるから、うん、それで下側あの塩害でやられるよ。じゃあ札幌のナンバーの車も1割引きとかなんの？ありうるんじゃないかな。うわ、だから下側コーティングするじゃん大体新車買うとき。くそー、僕の次買おうと思ってるレクサスじゃあいつになんだよ。新車で買うのはやめよう。いや、買うなら新車で買って。だって雪がよ。だそこであの下部のコーティングとか、うん、その辺バッチリ、お金かかるけどね、バッチリやっておけば傷つきにくい、錆びにくい。いいんだよな。まあそうでしょうよ。たまにさトヨタの車にさ、うん、レクサスのエンブレムつけてやつあるよね。何それ。いや たまにあるよね、はったり聞かせるやつ。あれでもいいな。いや確かあるんだよ、エンブレムだけ変えれるんだよ、うん、いや僕そのパチモンでいいかなと思って。そんなことできるんだ。できるはずよ、まあ、たまにいるよそんなやつ。たまにな。